はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、キャンプ行ってまいりました。というのも、うまい飯を食べたいと思いまして、何が今まで体験したことない中でうまい飯があるかなっていろいろ考えた中で、自然で食べるご飯めっちゃうまくないってことで、キャンプ飯にね、たどり着いた次第でございます。ただ今回のね、動画を皆様にね、お届けする前に2点ほど謝らなければいけない部分がございます。まず1点目がですね、僕自身いろいろと調べてキャンプに行ったつもりだったんですけれども、今回使用した焚き火台を使用する場合、下にね、ちょっとずつ炭が落ちてしまうタイプなので、防火布を引かなければいけないんですけれども、今回はね、そちらを引かずに焚き火の方をしてしまいました。その点についてはね、皆様申し訳ございません。今後もね、こういったキャンプの動画をしていく中で、改めて僕自身も調べてね、間違いとかがないようにしていこうとは思うんですけれども、キャンプに詳しい方、ぜひ優しくいろいろとね、僕が間違っている場合はご教授いただければと思います。そして2点目なんですけれども、ちょっと結論から申しますと、前編の動画がほぼ判決になってました。はい、動きやすい格好等を持って大きめのね、こうサロペットズボンを履いて行ったんですけど、あまりにもそのサロペットが重すぎたがために、しゃがんだ時とかがね、ほぼ判決になっておりました。できる限り編集でね、こうアップにしたりとかしないようにはしたんですけれども、やっぱりね、気になると思います。ちょっとね、その点は、あらかじめご了承いただければと思います。ということで、2点ほど皆様に謝らなければいけない点をお伝えした後に、本編の方をご覧いただければと思います。それでは、キャンプ動画お楽しみください。はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、キャンプ場を向かってるんですよ。静岡県にございますふもとっぱらという、キャンプ場に向かっております。というのも、僕のチャンネル4周年迎えまして、なんかね、うまい飯を食いたいと思って、何かないかなみたいな、今までやってないで、ちょっといろいろ考えたんだけど、キャンプ飯食いたいじゃん。キャンプ飯ってめちゃめちゃ美味しそうに見えるし、実際ね、場所も相まって美味しいとは思うので、そんな感じのね、動画を撮り始めようかなと思っているんですけれども、実は僕ね、キャンプ1回も行ったことないの。1回もね。今日がね、初キャンプなんですけれども、マジでね、もう知識とかもなんもないのよ。インターネットでね、パラパラっと調べて、なんとなく必要そうな道具を一式バンと買って、ね、ちょっと普段と違うような動画とはなりますが、今回もお付き合いいただければと思います。いいや、これ部屋どうなんの。いや、キャンプってどうなんだろうね。そもそもキャンプ行ったことないからさ、もう右も左も分からなくて、もう不安だらけで、もうドキドキしているんですけれども、どうなんだろう、夜冷えんのかな。やっぱ山寒い、舐めちゃいけないかな。おお、富士山だ、めっちゃ綺麗。映ってんのかな、カメラ、分かんないけど。うい、着きましたーと。ただいまね、ふもとっぱら到着しました。で、今回はね、1泊2日なんで、まずテント立てていきましょう。テントテント、これどうなってんの、俺全然わかんないんだけど。なるへそ、なるへそ、あ、なるへそ、ちょっとね、全然わかんないね。なんか説明書入ってなかったっけ。いいで、立て方あるね、これ。これ立て方書いてあるね。みんなプントを広げます。みんなプントって何。こいつを広げると、こいつだよね、広げんの。君か、君か、よいしょ。君を広げますと、広がんないね、これ。今日風強いね。どうしよう。
はいはい、これ何のボールこれ。ドンドン、これをどうすんの、これここか、完全に君だね。そしたら角ってどこよ。角にはめると、はいはい、めっちゃさ、ここに動物のうんちがあるんだけど、場所変えよう。めっちゃ動物のうんちあるわ。これで一通り OK。 ほい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 、よいしょ、風疲れた、これでかぶせると、え、合ってんのこれ、これ合ってんの。あのポールは何？これがさ、こういうこと？やり直しだ。先行ってよ。これか。これだ。いいじゃん。なんか近くない？全然わかんないよ。こういうこと合ってんじゃない、これ。え、抜けた？待って、これ答えじゃないの、やばい、ちょっと切れそう。もうさ、これかけなくていい。撤収。君はね、撤収だ。
ということで、できました。いやね、ぶっちゃけ不格好なんですけど一発目のねテント設営ってことで許してください。疲れた。そしたらまずマットに寝袋と、よいしょ、よいしょ、寝袋でかくね、寝袋でかいな。オッケー、よし、こんな感じで寝床完成でございます。オッケーってことで、前編こんな感じかな。テントのね設営が終わりましたんで、中編の方はバーベキュー用の焚き火やってキャンプ飯食って寝たいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。もうさ体力限界Oh, oh, oh, oh.